WWS チャンネルをご覧の皆様、メドウズマイラです。それではメドウズマイラさんにインタビューさせてもらいます、はい、つぼみ大革命の吉岡久美子と申します。よろしくお願いします。ということで今日は神戸コレクション、はい、どうでしたか？一回歩いたんですよね。そうです、今さっき一つのステージ終わって歩いてきました。盛り上がりとかどうでした？あ、でも結構地元の方々の盛り上がりを感じました。地元の方々やなって思いました。そう、地元の神戸の伝統的な方々やなって思いました、はい、うん、伝統的な方々やなと思われたんですね。はい。すごい。あ、でもいろんな、なんかファッションショーとかあると思うんですけども、はい、神戸コレクションとか神戸についてどう思いますか？神戸はなんか一番近いと思うんですよ。ステージとお客さんの距離が、顔とかもすごいしっかり見えるから。緊張してこう見れないとかないんですか？いや、見ちゃいますね。めっちゃガミしちゃう。ガミされてますよ皆さん。めっちゃ見ちゃうから距離が近くて楽しいです。あ、そうなんですね、はい、じゃあすごい手振ってくれたりしたら見えてますか？でも全部見えてます。もう表情も全部見えてます。あ、すごい。じゃあ、 あの神戸でなんか行ってみたい場所とかありますか？行ったことあるところとか。行ったことないんですけど、神戸牛。あ、神戸牛。神戸牛食べてみたいです。うわ、ぜひ連れて行ってあげてくださいスタッフさん。最悪ね、あの買って帰ることできますから、お弁当とか。ね、そうですね、買ってもらいましょう。買ってもらいます。今日頑張ったんで。はい。ね、あの秋になんか挑戦したいこととかってありますか？秋に挑戦したいこと、ファッションとかでもいいし、なんかスポーツとか、なんか旅行、キャンプ、キャンプ、キャンプ思ってますか？ちゃんと海行きたい。あ、海？秋に海行きたい。あ、見に行くってことですか？まだ行ってなくて、夏らしいこと何もしなくて。でもちょっと今日とか暑いからね。そうそう、なんか東京の秋って全然、私北海道なんですけど、北海道の人からしたら夏だから、もう海行くし、キャンプしたいし、バーベキューしたい。確かに、逆に真夏よりいいかもしれないですね。いいかもしれない。真夏だと死んじゃうから、ちょっと死んじゃうんですね。そっか、じゃあもう東京とか大阪とかこの神戸とかの暑さはもうびっくり、はい、びっくりです。だって9月だよみたいな。確かにね、今日とかめちゃくちゃ暑いですよ。めっちゃ暑いです、信じられない。あとはじゃあお知らせとかあれば、はい、ボーチェの専属モデルをさせていただいてるので、うん、迷子をチェックしていただきたいのと、あとはカンゴール様とコラボしてパーカーを作ることになって、もうすぐ発売なのでぜひ買ってください。はい、素直に言いました。買ってくださいと。じゃあ最後にあのファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日は私はコーコレを頑張ってるんですけど、皆様もお仕事とか学校とかだと思うので、うん、優しい、頑張って一日乗り越えていきましょう。これからもよろしくお願いします。ということでありがとうございました。